こんにちは。はい。梅チャンネル、これから始めていきたいと思います。はい、今日のテーマはですね、子供への視点を分かち合う、同僚との視点を、保育の中で子供がどんな様子をしているのかっていうのを、お互いに分かち合って、そしてその上で、園の様子を保護者に伝えていくっていうことをテーマにお話をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。はい。で、簡単に私の自己紹介をね、させていただきたいなと思うんですけれども、私は、保育育児アドバイザーの松原美里です。で、もともとは横浜市の保育園に就職をして、で、その後、児童養護施設の職員を経て、保護者を支援することが子どものためにとても大事なことだなというふうに気がついて、コーチングですとかいろんな学びを経て、保育士コミュニケーション講座というのをスタートしました。で、それが今からおよそ8年ほど前でしょうかね。はい。で、進めていく中で、横浜市の保育園の施設長をやりませんかということで、お声掛けをいただいて、で、貴重な機会なので、私が伝わるかどうかはわからないけれども、ベストを尽くしますということで、5年間施設長をやらせていただきました。で、そういった中で、やっぱり現場にこそ答えがあるなということも思いましたし、子どもにとっては保護者がとっても大切な存在で、で、子育てに一生懸命な保護者をサポートできるのは、やっぱり全国にいる保育士さんたちだなというふうにすごく思ったので、私はいろんなところで呼んでいただく保育士向けの講座の中で、先生たちがもともと持ってる力をどんなふうにして引き出していけるかなということで、で、いろんな学びの切り口をエピソード交えて提案をして、で、それぞれの中に気づきだったり、何かこうひらめきが起こって、それを現場に持ち帰ってもらうっていうのをサポートをしております。はい。で、今日のテーマ、子どもへの視点を分かち合うっていうところなんですけれども、こう感じたエピソードがいくつかありましたので、まず最初に一つご紹介しようかなと思っているのは、これは私が児童養護施設の職員だった時のお話なんですけれども、すごく当時可愛がっていた子どもがね、たくさんいたんですね。で、そのたくさんいる中で、特に仲が良かったといいますか、お休みの日もお出かけに連れて行ったり、あと当時私も園の近くに住んでいたので、休み時間に自宅に連れて帰ってね、一緒におやつ食べてまた園に戻ってっていう、そういうお出かけなんかを一緒にしていた子供がいたんですね。で、その子がですね、ある時になかなか足が園に向かなかったお母さんが面会に来るようになりました。で、その時にお母さんが何回か来てくれて、で、お出かけをするようになった頃のお話なんですけれども、子供がお母さんにこんなこと言ったそうなんですね。お母さん、私、園に帰りたくない。どうして？だって、園に帰ったら、松原お姉さんに虐待されるから、っていうふうに言ったんですって。で、お母さん、それを聞いてカッとなってですね、なんですって？っていうことで、園に、どういうことなんですか？うちの子はこんなこと言ってますよ。っていうことで、異議を申し立ててね、来たっていうことがあったそうなんですけれども、ちょっと待ってくださいって、申し訳ないんですけども、虐待のケースオタクですよねって。っていうことで、いや、まず、そもそも、なぜ子供がそのことを言ったのか、その気持ちの裏側にある心理を読み解いていきませんかっていうことで、で、いろいろとね、園の方はお話をしていく中で、彼女は、お母さんの気を引きたかったんですよって。もっともっとお母さんと一緒にいたかった。どうやってお話をしたらお母さんの気持ちを自分に向かせることができるだろうっていうふうに考えて、そこで出てきたのが一番近くにいた職員の名前だったんですよって。ね、近くにいたからこそ出た名前なんですよっていうようなことをお母さんにお話をくださったんですけれども、まあ、私の中ではものすごい衝撃だったんですね。青天の霹靂と申しましょうか。もう可愛くて可愛くてしょうがなかった子供で、もうね、またお時間があれば私もお出かけに連れて行きたいなって思ってる子供だったんですよね。で、それが、人身御供っていうんですかね、人質にと捧げられてしまったというか、お母さんが大好きがゆえに、お母さんのために自分の名前を出されてしまったっていうところで、すごく衝撃を受けて、
で、子供ってやっぱりこう自分の目の前で見せる姿だけじゃなくて、いろんなことを感じていて、で、そこの自分の中でやっぱりいろいろな自分の面を出していく場所があるなということを改めて思ったんですね。で、その時はやっぱり保護者の支援を丁寧にやっていきたいなっていうところもあったので、まあ、私のショックな思いは、まあ、本人とも話をして、で、その中で本人は自分が悪いこと言ったとか、人を傷つけたってことは全く気づいていなくて、なんで松原お姉さんこんなに怒ってんだろうっていうふうに思ったところはあったんですけれども、まあ、そんなわけで、ね、いろんな側面があるなってことを感じた一つではあったんですけれども、やっぱりそれも、もし私が彼女とだけ接していて、その関わりを他の職員に共有をしていなかったとしたら、きっと他の職員は、そういう話が保護者から出た時に、松原さんが虐待してるってうちの子が言ってますよって言った時に、きっと、どういうことなの松原さんっていうお話になったと思うんですよ。けれども、当時、児童養護の職員の中でも職員会議っていうのがありまして、子どもたちのケースごとに、この子はどういうケースで、どういったいきさつがあってこの園に来てますよって。で、園の中ではこういう姿が見られて、例えば、すごく大人に気に入られたくて、こう一生懸命愛嬌を振りまいている側面がありますよ。でも一方で、子供がいない、大人がいないところでは、ちょっと子供同士で意地悪なことを言ってたり、ちょっとこう、なんかこう、悪態をつくようなところも見られたりするっていうお話がみんな知っていたりして、で、そういう中で、きっと彼女も彼女なりに自分の生い立ちを受け入れて、折り合いをつけようとしてるんだねって。じゃあそこを受け入れながらどうやって家庭の引き取りにつなげていけたらいいかなっていう話をしていたのをみんな知っていたんですよ。だからこそ、ああ、そうなんだ。お母さんにそういうお話をしたんだ。でもそうじゃないことを私たちは知ってるよって。だから、松原さんショックだろうけど、元気出してって。これはこの子なりのお母さんの気持ちを引き止めたい真の発言だからねっていうふうにフォローしてもらったんですよね。で、そのフォローはすごく私もありがたくて、自分でも分かっていたんですけども、それでも子供に裏切られたような気持ちにすごくなったんですよ。愛情をかけていたからこそ、なんで私にこんなことを言ったんだろうっていうふうな気持ちにとってもなりましたし、もしここで園の職員のフォローがなかったら、もしみんなに責められていたら、私は多分その後仕事続けられなかったかもしれないです。傷つきましたしね。子供とのやりとりで傷ついて、さらに職員からも言われたらものすごい傷つきますよね。で、そういうわけで、多面体の子供のことを理解するっていうことだったり、今その子が置かれている状況をたくさんの人と共有して、こんな側面もあるよ。この子は今こういうところにいるんだよ。だからこそ私たちはこういう支援が必要だよねって。で、また虐待を受けた子どもの傾向としてこういうことがあるから、みんなで気をつけてフォローしていこうねって、そういうところも専門知識で知っていたからこそ、手をつないで子どもだけじゃなくて私も救い上げてもらえたっていうところがありました。だからこそ保育の職員間の連携ってとっても大切だなっていうふうに思うんですね。で、これは児童養護はもちろんなんですけれども、それだけではなくて、一般の保育園の中でも日常の中で起こっていることなんですよ。で、保育園も幼稚園もそうなので、そこは共通の部分なんですけれども、前半はその子どもを見ている普段のその園の中で、あるいはもしかしたら小学校のね、お母さんも見てくださってるかもしれないので、小学校で子どもが見せる姿、それは先生に対して見せる姿もあれば、子供同士での姿もありますよね。子供同士であっても、子供って見せる側面が人によって違いますので、それによって見える角度が違うな、なんていうふうに思います。で、その辺のお話をしていこうと思います。で、これは子供だけの話ではなくて、実は大人にも言える多面体のお話なんですよ。で、私、大人の多面体って言った時にポンって思い浮かぶのが、山口百恵さんの引退を控えた時の動画が以前アップされてまして、私百恵ちゃん大好きなんですね。なのでよくいろんな動画を見ていたんですけれども、引退間際に百恵ちゃんがいろんな歌手の人とデュエットをして別れを惜しんで、そして引退していくっていう動画があったんですね。で、その中で
関係性によって萌えちゃんの見せる表情が違ったんですよ。例えば張り合ってね、一緒にやってきたライバルな方と一緒に歌うときはちょっとこういたずらっ子のようなね顔をして歌いながら一緒にデュエットしてました。で、自分が多分憧れていた先輩に対してはこうちょっと引いた眼差しで、やっぱり羨望の目をね持ってその方とのデュエットを心にしみるように歌っていました。そしてちょっとこう距離感があるけれども大物であるっていうことが分かる方とのデュエットでは、やっぱりちょっとこう緊張した面持ちで歌うんですけれども、心の距離がやはり少し空いてるような、そんな感じが見受けられました。そんな風に大人であっても私たちであっても相手によって自分が見せる顔って実は違うんですね。皆さんもそうじゃないですか。普段の仲のいいお友達、何でも話せるお友達と、ちょっとこう知ってはいるけれども距離がある人に全ての胸の内を明かしますか。明かせないかもしれませんよね。ちょっと様子見ながら、世間話でこう距離を取りながら、この人にはこの話、でもここにはこの話はここまでしていいんだろうかって様子見ながらね、してるところもあるかもしれません。で、ひょんなところで知り合った旅先の人とは全然関係ないから悩み事言えたりとかしますよね。で、こういうことが縁の中で子どもたちが見せる顔にも共通する部分だなというふうに思うんです。例えば、はい、子どもが普段過ごしている場所が保育園だとしましょう。はい、保育園の場合に保育園の子どもと担任の先生、はい、よく担任の先生は子どもって実習生とかお客さんが来るとわーって行くけど、なんかそういう時担任は置き去りなんですよねって、私なんかもうどうせ見慣れてるからありがたみも何にもないんでしょうねっておっしゃるんですけど、違いますよって。先生は担任だから特別な存在なんですよって、もう言ってしまえば妻みたいなものですよと、もう愛してるよ、分かってるだろうって、だからあなたのことはいつも愛してるから、特別に来たちょっと違った実習生とかお客さんのところに今日だけ旅しに行ってくるよって、そんなイメージですよね。なのでスペシャルな存在ですので、担任の先生は他の人と比べないでください。で、一方で子どもは担任の先生が他の子どもたちにとってもマドンナだってことを知ってるんですよ。自分はもちろん担任が大好き、でも他のさとしくんもまもるくんもみどりちゃんもえいこちゃんもみんな先生が大好き、だからみんな独り占めしたいけどできないのも分かってるし、担任の先生がいろんなお仕事をしながら子どもたちのことを、自分たちのことを見てくれてるのも分かってるわけです。なので過剰にわがままを言ったりするのを実は子ども同士で遠慮してるところもあるんですよね。なぜなら子どもってすごくよく大人のことを見てます。で、今忙しいのかなとか、あとこうみんなが本当は甘えたいけど我慢してるのかなと思うと自分だけ行くのを控えたりとかするんですよね。まあ、そんなわけで担任とはみんないい関係性の中でマドンナに関わるような位置関係で関わっているかなと思います。はい、で、担任と子どもとの信頼関係は抜群に深いはずです。だからこそ担任にはわざとわがままを言うこともありますし、担任にその赤ちゃん帰りが、例えば2人目3人目が生まれた時に担任にだけは赤ちゃん帰りがひどい子どもっていうのを私見たことがあります。で、そういう時に例えば施設長の私が話をしに行くと、子どもはヒュッと引いて冷静な眼差しで話をするようになったりするんですよね。どうしたって、ね、先生に甘えたくなっちゃったって、今ね赤ちゃん生まれて寂しい気持ちでいっぱいだもんねって、そりゃ大好きな先生に甘えたくなるよねって、ね、でもどうするって、今給食の時間だねって、先生ご挨拶したくって子供ね、他のお友達の前に今立ってるんだけどって、ね、何々ちゃんが「嫌だーわー」っていうふうに言ってると先生悲しくなっちゃってね、ご挨拶しにくくなっちゃうんだ、どうするって、私が施設長の時に話をしに行くと私の前では冷静に話が入る、でコクンってうなずいてお話聞くって、そうお話聞く、じゃあ先生と一緒にここでご挨拶しようか、うん大丈夫、自分の席戻るってすごい冷静に言って自分の椅子に座って
ご挨拶をして、かと思うと施設長である私が、じゃあ先生帰るからねって言って席を外すと、また担任と自分の関係性に戻るので、うわーって声が部屋から聞こえてきたりっていうこともあるんですね。ただそれは担任だから、自分が心を許している担任だからこそ見せる子どもの素直な気持ちだったりすることもあります。はい。で、一方でよくね、悩みの声を聞くのが保育の実習生さんですね。で、実習生の先生っていうのは保育士を目指しているので、1年生2年生あるいは大学生であれば3年生4年生でも実習に行くと思うんですけども、期間が決まってます。1週間とかあるいは2週間とか10日間とか、でその期間の中で最初に登場した時は実習生のお姉さんお兄さんっていうのはスペシャルなゲストなんですよね。ですので、うわーって子どもたちハーレムのようにうわーって集まります。お姉さんどこから来たの、いつまでいるの、遊んで遊んでっていうふうになります。なんですけれども、だんだん2日3日4日っていうふうに経ってくると、スペシャル感がね、だんだん薄れてきて、わーお姉さん遊んでって、担任は忙しそうだけれどもこの人なら遊んでくれるんじゃないだろうか、いっぱい一緒に走ってくれるんじゃないだろうかとかっていうふうにね、いっぱいこう期待が高まってきて、お願いをねしに行くような感じで遊びをいっぱいいっぱい提案したり、そこに実習生が答えてくれて、また嬉しくって一緒にね遊びが展開していったりっていうことあると思います。で、一方で実習生が悩むのが、先生私舐められてるみたいなんですっていうとこなんですね。え、舐められてる、何ですかそれって聞くと、なんか遊ぶときはすごい楽しいんですよ、いっぱい子供たち来るし私もわーって遊ぶんですけど、ってなんか片付けるよとか、あとご飯食べるよとかね、あとパンツ履いてとか、なんかそういう時に声かけると、やだやーって、なんかパンツ履かないでフルチンで走り回ってしまったりとか、なんか待って待ってって言えば言うほどなんか調子に乗ってなんか追いかけっこになっちゃったりとか、なんか私子供に遊ばれてるみたいなんですよね、先生ポンって、誰しもが通る道なのよそこはってね、そこを向き合うってことで信頼関係作っていくと、だんだん子どもも、あ、このお姉さんしっかり向き合ってくれる先生だなっていうふうに認識して、そこからやっぱり話が入っていきやすくなったり関係性変わっていくからねってお話をするんですけども、そういうのってやっぱりそのみんな大人としてその現場に入った時に子どもと1対1で向き合ってお互いの腹の探り合いをしながら人間と人間として認め合っていく過程の中で起こる大事なプロセスなので、みんなそこはあると思うんですけれども、なので一長一短あると言いますか、ふわーって集まってくる一方で信頼関係築いていくっていう課題がありますよっていうところありますね。で、意外とその実習生にポロって言った一言で子どもの心の内の葛藤だったりとか子どもの成長が分かることっていうのがあるんですよね。っていうのも、実習生の反省会っていうのを多分一日の終わりにするんですけれども、なんか今日保育の中で気がついたこととかエピソードとかありましたって聞くと、いやなんか先生って何々ちゃんが私になんか動物がっていうので一緒についてったんですよ、うんうんどうしたんですかって、普段私たち見てる中で何々ちゃんが動物の話するのあんまり聞いたことないな、でも先生には動物って言ったのね、そうなんですよねって、でもなんか一緒に行くんですけど行きたいって言うから一緒に行ったのに、なんかなんだかんだ言って近くまで行くとあっってなって、お姉さんが行ってお姉さんが行ってって言って帰ろうとするんですよ。で、え、いいのってなって、じゃあいや私は別にいいよってなって帰ると、やだお姉さんが行ってって、その押し問答でなんか時間が終わっちゃって、なんか結局何だったのかよく分かんなくてって、私どうしたらよかったんですかね、え、子供がね、私はいいって言うけど私だけでも子供の犬のところに行けばよかったんですかって言うんですね。で、その話を聞いて、私たちは保育の中でそれまでその子が興味を示したことのなかった動物に対して、実習生の先生に対しては動物への興味関心を示したっていう、ただ自分が
前に出ていくことへの自信や、自信があんまりなくてためらいとか不安があって、自分からは行くことができないからついてきてほしいっていうところまで気持ちが育ってきてるっていうことが分かったわけですよね。そしたら、ああ、ありがとうございます、先生って。その話聞いて私たち初めて、この子の中に動物への関心とか興味が育ってきてるってことが分かりました。ってことは、なんかまた別のアプローチでね、動物へのこう近づき方だったり、関わり方だったり、あるいはなんかこう、ちょっと怖い時にどうやって近づいていったらいいのかとか、そんなこともね、一緒にお話ししていけると、子どもの心の育ちに寄り添っていけるかもしれませんねって。そんな話もしたりもするんですね。ああ、そういうもんなんですかねって。なので、担任や先生たちには見せない姿を先生に見せることがあるので、ぜひそういうエピソードいっぱい共有してくださいねって言うと、あ、わかりました。なんか役に立ってるみたいなんで頑張りますって、ね、言うこともあります。で、一方で、例えば園長先生に、ね、園長先生って普段いろんな書類の仕事があったり、園と園外のいろんなつなぐお仕事で会議に出たりすることが多いので、で、そういう人には、なんかこう、普段とはまた別の顔を見せることがあるわけですよ。例えば私も施設長だったので、保育園の園長の役割だったんですけれども、例えば、そうですね、そのイヤイヤ期の子どもたちが、担任にはこう自分はもう個別の存在であって、親とは違う、自分は自立してるんだってことを示したくて、うわーってやってる時があるんですけれども、施設長ってのは普段関わらないので、ちょっと心の距離を置いて子どもと関わることが、子ども自身にとっても関わる存在に捉えられていることがあるんですね。で、そういう時に、わーわーって収拾がつかないけれども、ちょっとじゃあ施設長のところ行って話してみようなんて言ってね、一緒にお話しに来ると、子供がちょっとクールダウンして、なんかこう、ね、うわーって暴れてた、こうね、亀が裏返しになったみたいな人がですね、こうはって自分にこう気がついて、私の目線を意識するんですね。で、立ち上がってね、体育座りしてみたりとか、なんか部屋の隅っこツンツンしてみたりとかして、なんで自分ここにいるんだろうってすごい冷静になってみてね。で、施設長って担任みたいに普段密に接してるわけではないので、特に利害関係もないわけですよ。で、私もね、ちょっと暴れてたなと思ったんで、書類しながら様子見てて、どうした？落ち着いたら話してくれる？って、先生ちょっと仕事してっからね、なんて言って様子見てて、で、お、亀から立ち上がったねって、どうした、座ったねって、今どんな気持ちなの？散歩行きたい。あ、そう？あ、散歩行きたいの？さっき散歩行くの嫌だって言ってごんでてたけど、あ、行く気になったの？行く。あ、そうなんだ。じゃあ、靴下履いたらどう？ああ。って言って自分で靴下履き始めて、じゃあ散歩先まで一緒に行くかって言って連れてってね。で、先生、靴下履いたよとか言って連れて行くとか、いうこともあります。で、一方で、パートの先生に対して、こんなことがあったんですけども、私たちから見ると、割と生活の中でお利口さんな子供、なんかこう何でも言うことを聞いたり、あるいはこう、なんでしょう、自分で物事を察知して、言われる前に自分から動くっていう子いるんですよね。で、そういう子って比較的園の中では、お利口ちゃんの位置づけになってきて、なんというか逆に心配な子だったりするんですよ。というのも、大人の心のニーズを自分から察知して、その自分を演じようとしてしまうので、子供としての健全な心の成長を自分で表現することが難しくなっちゃうことがあるんですね。例えば、自我が強くなって暴れて自分を表現してみたりとか、あるいは嫌なことは嫌だって言ってみたりとか、あるいは自分はこうしたいんだっていう自己主張をはっきりしていく。で、それって実は0、1、2歳児、3、4、5歳児に成長していく中で、最初から上手にできる子っていなくて、どっちかというと過剰になってしまったり、それが弱すぎて上手に言えなくて、先生言って、私言えないとかっていうことがあったりするんですけれども、その子供の場合は、私たち職員に対しては、とってもその先取りをして自分いい子を演じてしまう子だったんですよ。で、お母さんに聞くと、うちでもいい子ですって言うんですね。
あれ、この子こういうキャラなのかなって。それとも、私たちの空気をすごい読んでいて、いい子に振る舞ってるのかな、どうなんだろうなって思っていたんですよね。そしたらある時、パートの先生と子供の様子を共有する会議をやってる時に、誰か気になる子います？とか、最近なんかありました？なんて話の中で、先生、実は、私、拗ねられるんですっていう話が出てきて、え、何ですかそれ？誰ですか？見てください、この腕のこのあざって。実は、何々ちゃんが、なんかこう、みんながわーって動いてる時とか、なんか、担任の先生がどっか行ってる時、そんな時に、なんか私のそばにそーっと来て、ぎゅーってつねっていくんですよ。この傷本当にそうですかって、もう、ちょっとこう、青くなるようなぐらいの傷がついていて、先生ダメですよ、それ言ってくださいよって、私たちそんなことされてるの知らなかったですよって言ったら、いや、だって、普段いい子だし、なんか、私も最初信じられなかったんですよ。なんで私のところに来るんだろうって。しかもこれされてることも、未だに私理解ができなくて、言うのに勇気がいったんですって言われたんですね。で、ああ、そうかーって。でも先生って、子供って、すべてがすべていい子の人っていないんですよ。ほら、私たちにも、ホワイトな自分とブラックな自分がいますでしょって。で、毒吐いちゃう人いるでしょって。それあって当然の人間なので、って。子供にも、必ずそういういろんな気持ちってあるはずなんですよ。でもそれ、今言ってもらって初めて私たちは、そういう心がちゃんと育ってるんだってことが分かりました。ただ、それは担任の前でもやる。ね、やるなら誰の前でも、やっぱり人を見てやるんじゃなくて、誰の前でも同じ面を見せてほしいところなんですけど、先生にだけやってるんですか？それとも他の人にもやってるとか聞いたことあります？聞いたら、いや、実はパートの先生他にも何人かやられてて、それでちょっとこのクラスにフォロー入るの嫌だっていう声がね、陰で上がってるんですよって。嫌だ、知らなかった、言ってくださいよって、またそこでも言ってたんですけどね。で、つまり、担任とパートの子供の中でのランク付けがあったんですよ。担任はどうやら子供の中で偉い人。でもパートはちょっと、まあ、弱い自分を出してもいいっていうのもそうなんですけど、自分が強気に出てもいい人っていう位置づけになっていたみたいなんですね。で、これっていろんな自分を出せるのはいいことなんだけれども、拗ねったことによってその人がどんな気持ちになるのかっていうことを本人に学習してもらう必要もありますし、人によって態度を変えるっていうところも良くないねっていうことで、その出来事自体は、もし今度、本人からそういうことがあった時には、パートの先生であっても、これをされたら先生は痛いよって。でも先生、あなたの気持ちを理解したい気持ちあるから、拗ねるんじゃなくて他の方法でね、お話聞かせてくれるっていうふうにアプローチしようとかって話はしたんですね。で、一方で、私たち担任とかね、やっぱりみんなで共有した方がいいことっていうのは、パートの先生に対しての子供のその目線を引き上げなくちゃいけない。つまり一緒にしないといけないよねっていうことだったんですよ。正職員は偉い、パートの先生は格下みたいな、そういうランク付けがあってはいけないんですよ。だから、もし子供が誰か一人でもパートの先生に対して変な失礼な態度をとっていたら、みんなで共有して、何々ちゃんって、先生はみんな同じ先生だよ。何々先生は時間が短いけど、だからといってあなたが失礼なことをするのはいいことじゃないんだよ。それは先生たち許せないよ。そういうことをするんだったら、先生たちにも同じようにしたらいいんじゃない？それは良くないことだよ。っていうふうに対応しようっていうことを、ラインを揃えたんですよね。その上で、その子がもっと良さを、悪さだったり、良さだったり、弱さだったり、いろんな面を出せるように、私たちももっと気持ちにゆとりだったり、こういろんな側面を受け入れていけるような体制を作っていかないとダメだねっていうお話をしてました。で、それと合わせて、家庭にも、実はね、って、園で、何々ちゃん最近、いい子な自分だけじゃなくって、いろんな面を見せてくれるようになったんですよって。何歳の成長の中では、こういういろんな多面体が出てくるのは自然なことで、園の中でこういう自分を出してくれるようになったことは、私たちはすごくね、良かったなって思ってるんですよって。ただその表現の仕方ね、これからちょっと一緒に学んでいけたらと思ってるんですって。家庭ではどうですか？なんていうふうにお話をして、
家庭と連携を取るっていうことをするようにしています。はい、でここまでは園内のお話なんですけれども、やっぱりこういう子どもの様子っていうのは子どもにとって一番大事な存在である保護者、はい、子どもにとって保護者っていうのは自分をこの世に誕生させてくれた神様みたいな存在だっていうふうに言われてるんですね。その神様っていう、ね、それほどの大きな存在であるお母さんたち、お父さんたち、そしてご家族にどんなふうに共有していくことができるかっていうところが成長の課題だったり子どもの個性だったりっていうのをこの後さらに伸ばしていくための大事なこうパートナーシップであり足並みを揃えていくっていうところに入っていきます。でここに関しては実際に現場の中で保育者っていう立場で保護者に対してたくさんのエピソードを共有することを大事にしているはるちゃん、でご自身も実は母親なんですね。ですので自分自身が子どもを預けている保育園でのやり取りを通じてやっぱり先生たちから聞く子どもの様子ってすごく心の支えになるなっていうことをすごくねお話をされていて、でそういったことをたくさんの人に広めていきたいなっていうふうに活動されている保育士のはるちゃんをここからは呼んでみたいと思います。ではでは、はるちゃん、じゃんじゃん、呼びますよ。お、ちょっと音大きいな。あ、間違えて切っちゃった今。もう一回かけますね。どうかな。はーい、今呼んでます。もしもーし。あ、えらい音大きいですね。あ、もしもし。あ、まだ呼んでる。おっと、大丈夫ね。もしもーし。はい、もしもし。なんか通信がうまくいかないんですけど、わかった。一回ね、これをちょっとちっちゃくすれますね。ね、はるちゃん。あれ？音。もしもし。もしもし。なんかうまく、あ、通じた通じた。はい。はい、よろしくお願いします。Hello, to see you. お願いします。あ、すごい。変な声入っちゃったの。あれ、マイクの音ですよ。で、これですね。で、あのね、スピーカーを、あ、多分大丈夫。これでいけるはず。はーい。じゃあ、はるちゃん。今、ちらっと、園内の様子を。どうも、はじめまして。はい、どうも。じゃあ、自己紹介からお願いします。はるちゃんの自己紹介、お願いします。簡単に。おーい。じゃあ、はるちゃん。聞こえますか？うん、なんかね、タイムラグがあってね。聞こえる？聞こえます？声が聞こえない？あ、もしかして。聞こえない、ね。声が聞こえない。ちょっと待てよ。これどうしたらいいのかな、設定。あ、スピーカー？これでいい？聞こえる？まだ聞こえないです。聞こえない。難しいね。ちょっと待てよ。スピーカーにしよう。もしもし？もしもし、聞こえました。あ、聞こえた。やっぱ、はい、そうか、これでやればいいのか。わかった。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。ではでは、はるちゃんの自己紹介からお願いします。はい。はい。保育士をしています。あと、息子がいます。はい。現在、働きながら保育士をしているので、保育士の辛さだったり楽しさ、ママの辛さだったり楽しさなどを2つの目線から見ることでより良い保育士になれるように目指してます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいね、いいね。はい、このフェイスタイム初めての取り組みなんですが、なんかいいね、これね。そうですね、ね。新鮮で不思議な感じだよね。はい、はい。じゃあそんなわけで、はるちゃんにね、お話をいただこうかなと思っているのが、はい。はい。ですね、保護者にとって、はい、その、園の
様子を伝えていくことを、じゃあまず最初は保育者としてのはるちゃんでお話をしてもらおうと思うんですけども、はい、はるちゃん自身が現場の中で、はい、保護者にエピソードを伝えていくってことをね、一生懸命今大事ですよって言って思ってやってると思うんですけど、はい、実際それが大切だって思ったのはどんなことがありました？やっぱりあの、うん、お母さんお父さんが、はい、まあ、エピソードを伝えることによって、はい、一瞬でやっぱ表情がすごい笑顔になるっていうところが、あ、一番感じるところで、やっぱり意識してるというか、私も大事にしてるところは、うん、やっぱり行ってきますを笑顔にしたくて、うん、お帰りなさい、ただいまも笑顔にしたいっていうのがあって、素敵。やっぱりあのお子さんと離れて、うん、仕事に行く朝の憂鬱さ、憂鬱さ、なんだったらその朝忙しくて、うん、子供を保育園に連れてくる、まあ、でもきっと大変だと思うんですけど、うん、連れてきた瞬間にやっぱりなんかちょっとお母さんたちもほっとしていけるような、うん、なるほど、心をかけていて、うん、やっぱりそこでお子さんが泣いてしまったりとか、うん、したらやっぱり行きづらいっていうところでは、受け入れもすごく重要、重きを置いてますし、大事だね。そこでやっぱりその日じゃなくても、うん、例えばお母さんこの間ねって、こんな可愛い姿があってっていう話をすると、あ、そうなんですねって言って、なんか、うん、それでちょっと笑顔になって、あ、じゃあちょっとその笑顔のまま行ってきますって言える、その感覚がなんかすごく素敵だなと思って、うん、素敵だ。やっぱりそこでちょっとリセットできるというか、朝のモヤモヤをリセットできる、うん、なんかそこで仕事頑張ろうって思ったり、うん、あ、子供も頑張ってるなとか、うん、あ、先生と話してちょっとすっきりしたなとか、なんか全てをそこでなんか一回賄えるという か、うん、なんかそういうところもすごく大事にしているのと、うん、あのただいまの時は、うん、もう仕事でクタクタの状態で、ですよね、でも子供に会える喜びだったりするのを、うん、よりお母さんお仕事お疲れ様って元気でしただけじゃなくて、うん、こんなことがあってこんなに可愛かったんだよとか伝えると、やっぱりお母さんたちが仕事で働いてる間、今何してるのかなとか思ったりすることってあるんじゃないかなって、あ、ると不安なことも多いだろうし、うん、一つでも多くの保育園での子どもの姿を知りたいんじゃないかなって思って、できる限り、うん、その思い出せる限りで、素敵だ、伝えるようにはしてます。そうですよね、その、はい、お仕事からね、お仕事行ってる時間って子どもたちはずっと保育園にいるわけですけど、お仕事に、そうだな、集中してる間にも子どもたちにはドラマがたくさん起こっているわけで、そうです、本当に、ね、むしろこのお母さんたちが働いて起きてる時間って子どもたち、うん、ほとんど保育園で過ごしているので、そうなんですよね、はい、なんかそこのあの美里さんが言ってたゴールデンタイムじゃないですけど、ゴールデンタイムだよね、まさにね、はい、じゃーんって、はい、うん、私たちがお預かりしてゴールデンタイムを見させていただいてるので、うん、見させていただいてるんですね、ゴールデンタイムを、はい、確かに、そうなんですよ、なので確かにあのゴールデンタイムを少しでもお母さんたちに還元できるように、うんうん、還元したいですね、はい、共有していきたいですね、そこは宝物がいっぱいありますからね、そうですね、本当にそう思います、よく保育者間のやり取りで、はい、私一番最初保育園に入った時になんかこの世界ちょっと不思議って思ったのが、うん、子供のエピソードで盛り上がるんですよね、はい、なんか何々ちゃん、ね、そうそう、何々ちゃんこの間こんなことがあって、え、本当、すごい可愛い、私の時はこうよとかって盛り上がるんですよね、はい、でそれをやっぱり、うん、園内だけでとどめるってすごいもったいなくて、もったいないですね、もったいないですよね、はい、でやっぱりそれをいかに保護者に還元していけるか、うん、それすごく大事な、何ですかね、
信頼の貯金にもなりますよね。なると思います。なんかお母さんたちからも、うんうん、私たちが発信することで、はい、なんか話しやすくなるのか、うんうん、うちではこうなんですとか、子どもの表情をお知らせしてくれるので、そうするとより多面的なその姿として子供を捉えることができるので、うんうん、あ、お家では結構いやいや言ってるんだなとか、お母さんにはすごい甘えてるんだなとか聞けますもんね。彼はすごくいい子な、いい子っていう表現もあれですけど、うんうん、すごく頑張ってるけれども、うんうん、お家ではもうご飯も自分で食べないとか全部食べさせてだったりとか、この子はお母さんにいっぱい甘えて充電して保育園で頑張ってるんだなっていう、そういう視点でその子を見るきっかけになるのは、やっぱりすごく私たちにとっても貴重なことだなっていうふうに思います。確かに子どもの多面体を知るきっかけにもなりますよね、うん、そうですね、本当にそう思います、うん、逆に園でもいい子で家庭でもいい子だったら、はい、ちょっと心配だよね。どこでこの子は抜いてるんだろうって、そう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 。もっともっとなんかわがまま言っていいんだよって。人間だものってね。うん、本当に。そうそう。私たちだってわがまま言うことあるよって。そう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 。あるよって思います。でそれもしそれがわかると、逆に園の中でどうやったら子供が自分を出せるようになるのかな。でちょっとアプローチも変わってきますよね。そうですね、変わってくると思います、うん、変わってきますよね、はい、知ってるからこそ、うん、あ、この子が甘えるためにはこういう言葉がけじゃいけないんだとか、うん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 、もう少し見守ってなくちゃいけないんだとか、うんうん、それ駆け引きだったりとかを考えることもできるし、まあ、それを実践していくこともできるので。確かに確かに、うん、なんかそこは本当にいろんな情報が入ってくると、うん、よりその子のことを深く知ることができるので。本当ですよね。保育の下みたいなのもあるのかなっていうのは思います、うん、そう、知ることによって深まってくるんですよね、うん、そうですね。子どもの個性だったり可能性だったり、あと今本当にこの子が成長の中で何を必要としているのかっていうところも見えてきますよね、うん、はい、思います。なので、あの、保護者に伝えるだけじゃなくて、その先ほど話しされてたみたいに、はい、保育館でやっぱりその意見とかそういうエピソードトークをするのはすごく大事な時間で、うん、大事ですね。なんか今日気づいたこととかをその声に出すか出さないかで、うん、その子の育ちが変わってくると思っているんですよね。いい名言ですね。はい、今もう一回言って、もう一回言って今日なんだっけ。なんて、今日気づいたことを、あの、声に出していくことで、うんうん、その子の育ちが変わってくるって言いましたっけ、私。言った言った、いい言葉。言いましたっけ、うん、そうそう。本当になので、すごく大事だなって思うんですよね。うん、例えばその、ね、この子とこの子が今日こんなことで喧嘩してたっていうのを、はい、自分の中でだけで留めておいてしまったら、はい、そこで、あ、喧嘩してるっていうので終わりになってしまうところが、はい、今日この子とこの子が喧嘩してたんだって言ったら、あ、昨日も喧嘩してたよとか。昨日は他の子とその子喧嘩してた、あ、じゃあ何かあったのかな、なんか最近何かあったのかなって、うん、あ、そういえばなんか1週間前ぐらいになんかちょっとお母さんと一緒に来てる時なんか喧嘩してたかもしれないとか、お友達とうまくいってない、ちょっと私も見たわとかいうふうな声が上がっていくと、あ、そうか、この子は今友達関係で悩んでるのかもしれないなっていう結論に至ったりとか。でも声を出さなかったら、うん、そうですね、結局その結論はわからないままで。確かに。だから本当に声を出していくことで、うん、そのことに気づけて解決に至るかもしれないし、そうですね、至らないとも私たちの関わり方っていうのはやっぱり変えていけるし、その子にとってより良い方向に進めていくために、うん、なんか頑張れるんじゃないかなっていうのは
いい関わり方ができるのかなって思うと、うん、模索ができますもんね。そうですね、うんうん、いっぱい考えることって大事だなって思うので。考えること大事ですよね。はい、私だけじゃ分からなくても、うん、他の先生たちはあこういう考え方するんだってそこでも気づきがあって、そうですね、あの場合はそっちかもしれないっていうふうに思ったり、うん、まあ、自分一人で考えるよりかはいろんな人の意見を聞いて答えを出してた方が正解が見つかる、まあ、正解ってあってないようなものだけれども、うんうん、なんか関わり方のヒントにはじゃあこれを試してみよう、じゃあダメだったらこれを試してみようっていうふうになっていくのかなって思いますね。なんか正解っていうのは確かにもう一生分かんないかもしれないけど、限りなく近いところをこう模索していくことがしやすくなりますよね。はい、そうですね、うん、でまたこれ怖いのが保育者とか大人の決めつけで子どもを見てしまうと、うん、子どもの本当の姿が見えなくなっちゃう時があるんですよね。はい、でその本当の姿が見えない誤解の声かけっていうのが、はい、その子の深いトラウマになっちゃうことがあるわけですよね。そうですね、本当に気をつけ、うん、ちょっと怖いと部分でもありますよね。そう、本当に怖いことで自分の一言でガーンって思ってもう言わないってなってしまうと、はいはい、その子の人生に暗い影を落としてしまうこともあり得るので、はい、だからこそやっぱり私たち本当にとことん子供のことを模索していくっていう姿勢を持ち続けることが大事ですよね。そうですね、本当に今、うん、決めつけとか本当にちょっとなんか考えてしまうと、うん、本当に子供に関わるのがちょっと怖くなるぐらい本当ですね、ある仕事だなっていうのはそういう話をするたびに、うん、本当にちょっと怖くなるぐらい、思いますね。そこはそのぐらい真剣に子どものことを考えてる人たちが子どもの育ちを支えてるんだっていうことを、うん、なんか一つ知っておいてほしいですね。そうです ね、 ね、本当に大事なお子さんだから考えてるよっていうところはね、はい、思います。本当ですよね。前にね、他業種から保育士の資格を持ってて、はい、他業種に就職したけれども、うん、やっぱり保育園に勤めたくって保育士になりたくってっていう形で再就職した先生がすごい驚いていたことがあって、うん、それがまさにそのエピソード共有とか日々の中の声かけの量の多さ、はい、職員間のコミュニケーションの量の多さだったんですよ。はいはい、ね、普通多分事務のお仕事をしてたり会社の中でなんかお仕事があってそれに関してのことを普段やって周辺のコミュニケーションをね、これどうなりましたって報告するようなお仕事をもししているとすると、その中心のことってそんなに分かち合う必要がないんですよね。進捗だけ報告をすればいいんですけれども、保育って進捗どころかコアな部分すべて共有しますよね。そうです ね、 ね、本当に小さな些細なことまで、そう本当に共有することもありますね。例えばね、うんちの色とかね、はい、もうちょっとご飯タイム終わりましたよね、はい、すいませんね、はい、今ね、あれですけども、すごく大事 大事なんですよこれね、はい、黄色いとか、鼻にうんちが出ましたとか、そう白かった、白なんで白みたいなのとか、はい、それもすごく、そうそう、赤いの混ざってたトマトじゃないのとかね、はい、そうそう、トマトじゃないとしたらまずくないそれっていう話になるわけですし、はい、で例えば3日後に体調崩したら、そういえば3日前からうんちの色が黄色かったよねとか、これもしかして菌じゃないかっていうね、そういうところまでつながってくる大事な情報なので、そうです ね、 ね、その些細なところがね、気をつけよう火の用心の標語じゃないですけども、些細なことこそが保育を支えているんだよっていうところですよね。そうですね、それが日常になってるので、そうそう、すごい声かけの量とか、そのコミュニケーションの量だとは、保育者間の、はい、本当そうですよね。でしかもこれが難しいところが、子供を中心に置いて保育しながら共有するので、はい、喋りに夢中になりすぎても良くないんですよ。そうですね、そう、保育中はむしろ喋ってる暇がほとんどないかもしれないので、そうそうそうなんですよ、
ちょっとしたその合間だったりとか、隙間とか、ちょっと休憩の時間だったりとか、そう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 、そういう時間、もう隙間時間を見て、先生今日って積極的に自分から声かけていかないと、はい、ですよね。でも楽しいエピソードは、うん、保育士も幸せにするんで、幸せ分かち合いますよね。はい、幸せだなって思います、うん、こんなに笑えて幸せだなって思います、うん、保育士してて。そうそう、本当ですよね。なんかはるちゃん楽しいエピソードもしあったらシェアしてもらえたら。はい、今ですか？今思いつくのある？どうだろう。でもなんかこの、うん、子供のエピソードのって、うんうん、その子を知ってるから。あー、じゃあね、私から一つシェアしましょうか、はい、このシェアするときにね、その子供の人柄を軽く、あの、一文説明入れた上でこういうふうなことがあったよっていうふうに言うとね、相手に伝わりやすいんですけど、はい、例えばね、あの、0歳の頃からあんまりこう顔色がいい方ではなく、で2歳3歳と割とこううつむきがちな感じのね、気がつくとクールな感じになってしまった幼児の、あの、男の子がいましてね、でその子がある先生に、あの、何々くんさ、先生のこと好きなんだっていうふうに言ってきたんですって。はい、で、え、そうなの、先生も何々くん大好きだよって言ったらしいのね。そしたら、いや好きだけどさってその子言ったんですって。で、え、好きならじゃあチューしようとかギューしようっていうふうにその先生がね、うんってこうチューの真似をしたんですって。そしたらその子、やめろよ恥ずかしいだろっていうふうに4歳なして言ったっていうね。でもなんか恥ずかしいだろって言ったら顔が可愛すぎて、もう何々くんたらって言ってギューってしに行ったら、キャーって叫び声が保育室にさ、こうこだましたっていうね。で、そのエピソードをお母さんにお話ししたら、やだうちの子ったらそんなませたこと言うんですか、やったー、うちに帰ったらつかなくちゃってね、いう話をしていたっていうね。すごいいいですね。そう、最後もすごくいい、かわいいですよね。本当に親の気持ちに今ちょっとなって、うん、なりました。そんなことなんか先生から聞いたら本当に、うん、なんか笑っちゃうなって。ね、初恋かしらみたいなね。うん、ちょっとど、あ、なんていうんですか、寂しい気持ちもあります。寂しい気持ちも、複雑な気持ちも。うちも息子だから。確かに、あ、はるちゃんも息子なんだ、そっか。息子なんです、息子なんです。複雑。でもすごい面白い、そういう一面も見れるっていうのは、ね、すごい。本当成長ですよね、そういう。うん、それ思います、本当に。自分の親以外の人を大切に思えるようになったっていうのは、これはまた友達とはまた別のね、ちょっとした恋愛感情の芽生えだったりするので。そうですね、ね、本当に貴重な成長の一場面ですよね。ね、本当に。ね、そうそう。で、もしね、あの、はるちゃんが保護者にそういうお話を伝えるときに心がけてることがあるとしたら、うん、ぜひあの教えてもらいたいなというふうに思うんですけども、多分縁であったことね、そのまま何でもかんでも喋ればいいわけじゃないですよね。うんうん、どんなふうに伝えるように、例えば、ね、私たちも時間そんなにない中で共有してますけど、保護者だって忙しいので、ね、15分も20分も子どもの話できないじゃないですか。で、そういう中でどうやって焦点絞って話してるのかなとか、あとその子のお帰りの時にすぐにそのエピソードが出てこない先生っていうのもいるんですよね。で、そういう中でどんなことを気をつけてそういうのを共有するようにしているのかなっていうのを聞かせてもらえたら。はい、そう、まあ、その普段は、はい、その本当に30秒ぐらいで話せるようなエピソードトークだったりとか、うん、こんなことが可愛かったですよっていうところだったりもするんだけど、あ、今何を求めてるのかとか、なんか何教えてほしいのかとか、お母さん自身が、お母さん自身とかが何を知りたいとか、はい、そうな、アドバイスがもしかしたら欲しいのかもしれないし、あ、ただお母さんは悩みとかだったら聞いてほしいだけかもしれないとか、そういうところをなんか保護者が今何を知りたいのかとか、そういうところにはあ意識して、例えばなんか最近うちの子なんか朝泣いてるなっていうのをお母さんが気にされてるようだったら、あー、なるほど、やっぱり朝の後はあのお母さんの見えなくなってからはすぐに
遊び始めて、今日はこんなことがあったんですよっていう、その安心できるようなエピソード。まあ、食事でそのつまずいてること、つまずくことってすごく多いと思うんですけど、確かになんか最近全然魚食べなくてとかいう悩みをもし受けてたとしたら、はい、魚がメニューだった日に、今日は魚だったんですけど、こういう風にしたら食べれたんですよとか。なるほど。でも本当のことだから食べれないこともあると思うんで、今日魚だったけど、やっぱりお家でも食べないですよね、保育園でも今日ちょっとあんまり進みが良くなくてっていう、そのなんかそのことは今、はい、絶対保育園だったら食べるのかなとか、あなんかやっぱそういうことをもしかしたら知りたいのかなって思ったら、なるほど、そういうお母さんたちが何を今保育園の中でどのポイントを知りたいのかっていうところは、日々のそのお話の中とか連絡帳の中で、あの伝えるようにはしてますし、まあ、あの特に何もなかったりとか、あのお子さんの様子だけっていう時ももちろんはありますね。なるほど。でもなんか私も、はい、もちろん新人の頃は、はい、話すことに緊張して緊張して、緊張しましたね。本当にもう、おはようございます。おはようございますみたいなね。もう受けるのでいっぱいいっぱいで、ここで何を喋ればいいんだっけ、どう間を持たせたらいいんだっけってすごく思っていたので、やっぱりそれも、で、ね、で今あの新人の先生とかも同じようなことを言っていて、はい、夫の方に何を話したらいいんですかって聞かれることがすごくあって。なるほど。みんながみんな全員分を覚えることはまあできないだろうし、はい、じゃあ今日この子って決めたらとか、覚えてるエピソードをその遅番の時とかに思い出しといて、よしお母さんに今日これ話すぞって決めとくとかっていうのはあって、あのもし伝えられないことをもし決めてても話してたら忘れちゃうことももちろんあると思うので、ありますね、そこは経験がきっとものを言うのかなって思うので、よくやっぱり子供を見ることと、子供を見る、子供を見て、その子供を見てないとやっぱりエピソードって出てこない、刻まれないと思うので、刻まれない、確かに、うん、なのでしっかりと子供を見てその子の気持ちとか考えてたら心にも残るだろうし、それがそのでも忙しいからつい忘れちゃったりもするんですけど、そうなんですよね、まあ、共有することでもしかしたらより鮮明に覚えてたりするので、あ、なんか一緒に共有したりとか、確かに確かに、出ます。あとはあの自分が実際に見たことじゃなくてもお伝えしたりすることもあります。あ、なるほど、うん、今日こんなことがあったみたいで私も聞いたんですけどって、あ、ありますね。その人しか伝えなくちゃいけないっていう決まりはないと思うんですよ。確かに。その可愛いエピソードは。そうですよね。だから、まあ、なのでお母さんからしたら誰が見ててもエピソード、可愛いエピソードには変わりなかったりするんで。確かに確かに。まあ、臨場感は減っちゃうかもしれないけれども、はい、自分が聞いて、あ、それすごく可愛いねって思ったことがあったら、自分がもし当番とかでお会いするタイミングがあったら、はい、今日実はこんなことがあったらしいんですよって言って、すごい私も聞いて笑っちゃってっていうふうにはお話したりもします。エピソード盗みしちゃったりします。ああ、いただきとか言ってね、いただきってもらっちゃいます。そのお話いただきって、お母さんにお話してもいいですかってね、そうですね。なので逆も、今日私こんなことがあったんだけど、今日私会えないからもしよかったら先生から伝えてみてみたいな、あ、いい連携ですね、っていうふうな、なんかこともあったりします。クラスの中でこのエピソード伝えたいねみたいなのは、まあ、誰しもが伝えられるのかなって思って、そういう連携も大事にしてますね。そうですね、担任の先生、はい、みんながこの子供のことを見てくれていて、誰からもいろんなお話を聞くことができるっていうふうになると、クラスの先生に対しての信頼が、例えばリーダーだけじゃなくて一緒の全部、あの担任はみんな子供のことを見てくれてる大事な人だっていうふうに親御さんも思ってくれやすくなりますしね。はい、そう思います。大事なとこですよね。はい。あと、はるちゃんの今言葉ですごくいいなと思ったのが、
こう意識的に子供を見ていくことによって心に刻まれてくるっていうエピソードを通して子供の姿が心に刻まれてくるっていうのがすごいドラマチックで素敵だなって思いました。ありがとうございます。いいね、よかったです。心に刻んでいただいて、ちょっと響きましたね。本当ですか、よかったです、ね、なんかこれぞ本当にプロの言葉だなっていうふうに思いました。いやでもまだまだまだなのでね、よかった。はい、はい、でそしたらですね、はい、保育者の立場で今お話を聞かせてもらってたんですけど、はい、保護者の立場からっていうところで、はい、はるちゃんが感じてること、はい、聞かせてもらえたら、はい、に対して、はい、やっぱり子どもの、はい、エピソードもっと知りたいなって、もっと知りてーっていう感じですね。もっと知りたいっていうふうに思いますね。 あとはこの先生よく話してくれるなとか、なるほど、そういう視点で保護者って見てるんだなって思いました。へえ。なんかこの先生いつもいろんな話してくれて楽しいなとか、あこういう視点で見てくれてるんだありがたいなとか、なんか見守ってくれて、その先生の言葉からなんかその先生がなんかの子供への眼差しみたいなのが見えるというか、あでも多分それは私が保育士をしてるからっていうのももちろんあると思うんですよ。うん、なるほど。なのでちょっとそこは特殊かもしれないんですけど、ただやっぱり私も保育士ですけど、やっぱり子供を保育園に預けてるので、はい、まあ、そこは、まあ、仕事をしてるといった面では別に誰人も変わらないただのワーキングマザーなので、うん、やっぱり子供のそのゴールデンタイムの子供のことはすごく知りたいなって思うのと、知りたいですね、意外に分からないんだなっていうのも思いました。うんうん、何ですか、分からないっていうのは。その日常の、はい、この子がどんな保育園でどんな食べ物が好きで、うんうん、どれほど残しているとか、その、乳児の時はお昼寝時間とか書いてあるけど、うんうん、幼児クラスになってくるとそういうことは、その子供と話すことも大事なので子供に聞いたりするけれども、はい、その情報としてすごく少ないなっていうふうには思いました。でも全部を知ることはもちろんできないし、確かにそれをすることもできないっていうのは分かってるので、だからこそなんか保育士からのエピソードトークがすごく大事だなっていう結果に至ったっていう。あー、なるほど。なんかもっと知りたいなっていうのと、もっと知りたいって、そうですね、ねえ、なんかね、今はるちゃんのお話を聞いていてすごいこう恋焦がれる人のね話をもっと聞きたいっていうような感じのニュアンスに聞こえてきてね。で、私子どものお話って保護者と担任とか保育者の保護者と保育者の共通の好きな人だと思ってるんですよ。うん、そうですね。ね、でやっぱり保育者はもうなんか子供のことお互いのろけるように話すじゃないですか。今日聞いてくださいよって、何々ちゃんトイレの時にこんなこと言ってて、本当ってやるじゃないですか。はい、でもあれ完全にこうテンションが好きな人の話ですよね。そうですね。ね、でお母さんにとっても子供のことってやっぱり好きな人の話なので、で大事なね、自分の体から生まれてきた存在で、お父さんにとっても自分のある意味分身ですからね。はい、その子供がどうしてんだよ、うちの子はよ、っていうふうに思ってるのを知りたいわけですよね。うん、この情熱的な知りたいって欲求。そうですね。ね、ここを一緒に分かち合うことで、うん、足並みが揃いやすくなったり、うん、信頼関係が高まってきたりして、で一緒に子供の成長を支えていく仲間になっていくわけですよね。でこれすっごい大事なのと同時に、しないともったいないなって思うのが、はい、これしないと、はい、子供のことを分かち合うきっかけが事件ばっかりになるんですよ。噛みつきがありました、引っかきがありました、
お友達に怪我をさせました、こんなトラブルが起こりました、でそういうトラブルなことばっかり顔を合わせるたびに言われると、園の先生に対して保護者はどういう気持ちを抱くのでしょうかっていう。そう思いますね。はい。またですか、また何かあったんですか、え、うちの子は何かやったんですか、それともやられたんですかっていう感じになりますよね。はい。これ私も児童養護の時に自分たちの子供をね、幼稚園に3園通わせてたんですよ。はい。で、やっぱ園によってね、そのカラーって違うんですけど、一つの園はすごい伸び伸びしていたんですよね。で、あ、いいですよ、ちゃんちゃん来てくださいよって。で、一緒にね、なんか子供のこと見てきましょうねっていう園で。で、もう一つの園は、子供のことをね、なんかちょっとこう、かわいそうな感じで見てる園だったんですよ。で、すっごい残念な感じで、まあ、家庭が複雑ですからねって、こういうことありますよね。でも大丈夫ですよ、僕たちかばってますから、みたいな。いや、かばわれる対象ではありませんけど、って。あ、いや、いいですよ。なんかあったんなら私たちちゃんとお話しに行きますし、って。で、やっぱなんかあった時にしか言わなかったんですよね。それもしかしたら、児童養護だから気を使ってたのかもしれないんですけど、なんか非常にしょぼんな感じなんですよ。こう連携を組みにくいなっていう感じが。ね。で、やっぱり、その普段からいい話をね、喜びだったり成長の様子だったりっていうのを共有できるほどに、仲間意識っていうのが育ってきて、その上でもしトラブルがあったとしても、トラブルの中に成長の種が入ってたりしますよね。そうですね、そこを本当の意味で分かち合いやすくなるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。はい。例えばもちろんね、保護者に伝えるお話っていいことばっかりじゃないこともあるわけじゃないですか。はい。で、そういう時ってそうだな、保護者、保育者の視点でどんなことに気をつけてお話をしてるのかってところ、はるちゃんはありますかね。保育者として、どんなところに気をつけてるか。そう、伝え方だったり、あるいはその現状の様子を共有するときになのか、あるいは、受け取りやすいようにどういうふうに工夫してるかとか、そういうことですかね。そうですね、やっぱり日々の信頼関係あってこその、言葉が保育士の方が届くと思うので、本当ですね。この先生がまた言ってるじゃないけれども、普段あんまり関わりがなかったりとかする先生よりも、やっぱり担任の先生の言葉って響くのと同じで、やっぱりその信頼関係があってこそ、この先生が言ってるんだからきっとそうなんだって思ったりとか、なんかそういうふうに思うかなって思うので、日々の信頼関係を作っていくっていうところとは、あとは、まあ、その仲間意識っていうところもすごく大事だけれども、やっぱり保護者と保育士っていう立場っていうところでは、その言葉遣いであったりとか、まあ、基本的なところですけど、まあ、そういう伝え方っていうのは、いろんなバリエーション、いろんなバリエーションで変えながらっていうのはあれですけど、あ、なるほど。はい。かわいいエピソードをすごく、ですね、今日こういうことがありましてって、なんかそういうのも違うじゃないですか。はい。確かに確かに。とか、なんかそういう、なんか、モードっていうかな、そう、真剣に伝えてるよっていうのと、はい、やっぱりその日々のお母さんと一緒に、笑顔を共有したいのか、その悩みを共有したいのかとか、ちょっと一緒に考えていきたいって思ってるのかっていうのは、やっぱりそういう伝え方っていうのは、ちょっと変えながらっていうのはあると思いますけど。なるほど。ありがとうございます。はい。そうですね。伝え方、やっぱりそのモードっていうのは、その可愛いお話するときは、聞いてください今日っていうふうに話をね、したり、あとこう、深刻なことがあったときには、お母さん実は今日こんなことがあったんですよってね、ちょっとこう神妙に入りながらも、でも深刻になりすぎないように話すっていうこともあれば、はい、でも一方でひどい噛みつきの場合に茶化してはいけないので、そこに関しては本当に本日は止めることができなくて本当に申し訳ございませんでしたって、ただ実はこれにはやり取りがあってっていうところで、何々ちゃんの心がこういう動きがあって、この成長の中で何々ちゃんはお友達にとっても興味があって、ただ
言葉が上手に出なかったので、言葉の代わりにその思いを伝えようと思った手段がこうなってしまったようなんですって。ただ本人にはこのことはお話をすることであって噛むことではないよって、噛むのはいけないことだよってお話はしてますのでって、で園の方でもお話はしてるんですけれども、ご家庭の方でも本人も多分一番ショックを受けてると思うんですけど、フォローしながら一緒にいけないことだよっていうことをお伝えしていけると足並み揃えていきやすくなると思うんで、ご協力いただけますかっていう形でね、状況を伝えながらも成長の課題と、そして縁だけの落ちとかそういうことではなくて、発達の課題を共有するっていうその視点をね伝えるように私もしたりしていましたね。はい、はい、すごい素敵なお伝えの仕方だなと、こういうのも結構やっぱりいろんな失敗を経てみんな身につけていきますよね、はいはい、そうですね、本当にそう思います。そうですよね、はい、なので梅チャンネルの中では多分ベテランの保育士さんってそんなにね、もしかしたら、もう私には関係ないわじゃないですけど、見ないと思うんですけど、でももしかしたらこう新人さんでどうしたらいいんだろうって思ってる人も見てるかもしれないですし、中堅さんで改めて今自分の関わりを見直したいって思ってる人も見てるかもしれませんし、あとは保護者で、保育者はどんな風に考えてるんだろうって思ってる人も見てるかもしれませんし、一方ではるちゃんみたいに意識が高くて今後たくさんの人に発信をしていきたいと思ってる人が、じゃあ自分が発信をしていくときにどうやって伝えていったらいいんだろうっていう材料として見てくれてることもあるかなと思うので、そういう側面でね、いろんな人にとって何か気づきになるようなきっかけになればいいなと思って、こういろんな角度からこうお話をしてますが、今度はですね、逆に保護者の観点で、なんだろうな、縁と足並みを揃えていくっていうところ、こういうふうにこう関わってくれると、エピソードの伝え方だったりこうしてくれると縁と連携組みやすいなって思う何かってありますかね。いや実はね、なんかこの間府中の保護者会総会の講演会で私お話をさせていただいて、でその時にリクエストがあって、後日のアンケートなんですけどね、おかえりおかえり息子の声が、はい、息子さんおかえりなさい、ね、今今日はるちゃんの出演のために、ね、ちょっとお出かけしてもらってたんですよね。そう、ちょっとだけトレーニングに、はい、ありがとうございます。息子が、ね、じゃあぼちぼちと終わりに、あ、いいのかな、今ちょっと顔出ちゃったけど3分だけ、ありがとう川の出演ね、ちょっと今入ってきちゃった。今ね、可愛かったじゃあ最後にね、そうちょっと締めくくりとしてって感じで聞くんですけども、はい、なんかね、保護者が園とどうやって連携取っていいか分かんないっていう、その取り方を教えてほしかったっていうリクエストだったんですよ。保護者が園とどういうふうに連携を取っていくか、そうなんかね、関わり方がよく分かんないんですって。でも、うん、どうかな、保護者園が、はい、保護者発信っていうよりもやはりそこは園がリードしていってほしいなっていう思いももちろんあるんですけど、うんうん、ありますね。何でも悩みを打ち明けてみるっていうのも、あ、なんかきっと こんなこと言っていいのかなとか、うんうん、先生たちなんか忙しい風に見えるんですけど、あ、でもその何やったの実際話しかけてもらえるとありがたいっていうこともあるんですね。あ、でそこはもし何でも些細なことを話してくれるといいのって、はい、悩みでも、うん、先生こんなこと困ってるんですとか何でも私たち聞きたいっていうスタンスでいるので、むしろ聞きたいんですよね、うん、そうですね。なので何でも一つ悩みを言ってくれることもすごく嬉しいですし、はい、うん、なので、ね、声かけて話しかけてくださいって思います。はい、ありがとうございます。ないかもしれないですけど、でもむしろ、ね、なんか声かけてもらうところからスタートしたりするんでしょうね。そうですね、うん、私たちも保育士としては、はい、
お母さんたちに何でも喋ってほしいなって、縁が安らげる場所であってほしいなっていうふうに思っているので、はい、そういうふうに思えるように、声をかけるように、たくさんお話しできるようにっていうのは、はい、心っているところです。そうですね。先生としても、はい、保護者から全くこう関心がなくて、子どものことを全く話されないっていう保護者だと、話しかけにくいんですよね、実はね。そうですね。でむしろ、いろいろちょっとした雑談してくれると、はい、話しやすくなったり、あと、はい、子供のことを興味を持ってくれてるんだっていうことが分かるので、はい、なんか嬉しくなりますよね、すごく。そうですね。ねえ。はい。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、貴重な出演ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またまた。失礼します。はい、息子さんにもよろしく。はい、おやすみなさい。みなさい。はい、というわけで、はるちゃんにも特別出演をいただきまして、お話をしてきました。今日のテーマは、子どもへの視点を分かち合う。そして、同僚、保育者間で、あるいは先生たちの間で、子どものエピソードを共有するっていうことの大切さと、また、その子どもの様子を保護者と分かち合うことの大切さっていうところでお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか？いろんなお話が出てきて、とても私も楽しかったです。はい。それでは、また、来週かな？はい。次回またね、お会いできるのを楽しみにしております。今日はありがとうございました。